年下3番893番初期太郎です。本日のお話は、逮捕される前に起こる現象と言いましょうか、お告げと言いましょうか、こんなことがあったよと。まあ初めての時はね、そんなことがないんですけど、2回目ですよね。今思い起こせばですね、そうだっていうようなことがあるんですよ。実はその1回目の刑務所っていうのは溶接の仕事になったわけですね。革手袋っていうのをするんですよ、溶接。もう今でもそうかもしれませんけど、今はだいぶね、その溶接のその面というか、眩しくないようにするのもなんかすごいいいやつがあるんでしょうけど、私どもの時はガラスの黒いやつをガラスで覆ってみたいな感じなんですけど、この熱い溶接した鉄製品を持つんで、軍手の上から革手袋をするというような感じだったわけですね。で、革手袋なんてね、生まれてこの方ね、したことはないんですよ、当然。でもまあ、それ作業してる時は手を怪我さなくていいものではあるわけです。で、出所します。そんなものは忘れますわな。忘れますよ。そりゃ、そんな最初の2、3ヶ月ぐらいはね、刑務所のこと思い出しますけど、半年もすればね、細かいことなんか忘れちゃうんですよ。大体そうなんですよ。皆さん、刑務所の話ってね、みんな語ってるようで語ってないですよね。で、忘れちゃうって、先ほど言ったのは、忘れちゃうっていうのは、みんな話すっていうか、もうシャバに出たら刑務所のね、辛いことなんかね、喋りたくない、忘れちゃってね、結構きちんと喋れない。ああ、別に大したことなかったよって、そんなことないですよ。大変なんですよ。言って楽しいことなんかないんですよ。私は、あえて楽しそうに喋っておりますが、ちっとも楽しいことはまるっきりないんです。で、そういう風にしときましたら、そんな時ですよ。本当に、これね、逮捕される、ほんと3日ぐらい前。何か覚えてないんですけど、何人かで、ね、多分ね、なんか公園か動物園みたいなところに行ったんですよ。そしたらなんか、リスの、その檻みたいな、リスに餌があげれるよ体験みたいな、何かの催しがあったんですよ。なんか、特設動物園みたいな。そんなところになんか入ろうよみたいなの入ったんですよね。まあ、入りたかないですけど、なんか知らないけど、そういう時ってあるじゃないですか。確かリスだったんですよ。その時にですよ、入れます。リスに何かを、食べ物をあげれますっていう時に、その革手袋を持ってリスにあげてください。噛まれる恐れがありますから。あ、これ刑務所の一緒じゃんって思ったんですよ。ねえ、そこに一緒によるこれ刑務所で使うやつって言ったら、じゃあ刑務所で使うんじゃなくて、これは革手袋っていうものがあるんだよっていう、あ、そうなんだ。それでリスにね、なんかあげて、その次の日ぐらいですよ、ガサが入って逮捕されたの。その時思って、うわ、刑務所でこんなあったなって。縁起でもないですよね、こんなものを。それから革手袋なんてシャバでは見たことはないですよ。今思えばそれがね、なんていうの？気をつけろよってことだったのかもしれません。それだけなら、まだ知らず。次の、だから3回目の時ですよね。証拠番号って今、893番って言ってますけど、毎回証拠番号は違うんですよ。仮にまあ、893番が2回目の時としましょう。車を運転してたり、横に乗ってたりすると、前の車が893番なんですよ、ナンバーがね。うわっと思って、それが2回ぐらい本当にねあったんですよ。893番のナンバーが、前に止まる車が、縁起でもねえなーと思ったらね、捕まりましたよねえ。じゃあそれって何だろうって、気にしてるとかじゃない。いや、だって革手袋なんか絶対ないですよ。皆さん、革手袋なんか社会で、そのシャワーで見たことあります？そのワークマンとかね、そういうとこ行きゃあるかもしれませんよ。そういうホームセンターとか普通に生活して革手袋、それはね、やっぱり、あ、後になってみると、そういう暗示というかお告げなのかなって。逆に堀江さんもそういうことあったのか。じゃあ堀江さんは違うな。堀江さんは一回でもだもんな。堀江さんが逮捕される時見てたもんな。テレビで見てた。あれはシャバにいたんだな、じゃあ。オウム事件の時は刑務所のテレビで見た。堀江さんのはシャバで見たとか、そういう、オウム事件と堀江さんを一緒にしちゃいけますけど、そういう刑務所にいたことといてない時っていうことで思い出してるんで、そうなんですね。まあ、何の話かわかりませんが、逮捕される時には何かのお告げがあるかもしれないということで、はい、日々の生活には気をつけていただきたいということです。